で、三つ目が、その、まあ、なんか、まあ、バウンダリー的な考えですけど、あなたとはここまでの関係っていう風なものをちゃんと引けるようにするっていうか、なんか、しばらくは首突っ込まないっていう風なことがいいのかなっていう風に思ってて、恋愛の話はそこで一切しないっていうか、仮にするとしたら告白の直前でその流れで告白して、知るなら一瞬の方がいいなっていう風に思って。で、むしろその恋愛の話をしてくる人自体が結構危険分子だと思った方が、いいのかなっていうふうに思ってて、例えば異性でですよ。で、なんかその恋愛特別なものっていうふうに思ってる可能性が高くて、その相手の要求に応えようと思わないタイプ5人が本当に重荷だったりするっていう、すぐに離れた方がいいっていうふうな。先週フラートを勧めたばっかなんですよ。フラートいいですよ。楽しむものですよなんて言ってた人間1年生の私と。なるほど。なんで、こう、恋愛観の話をしてくる人っていうところは、多分なんか宗教家か何かだと思った方が良いのかなっていうふうに思う。こう、玄関出て、いきなりこう、あなた幸せですかっていうふうに聞かれてくるみたいな感じに近いっていう。もう、お互い様なんですけど、うん、変な人ですよね。まあでも、語な感じですよね。お互い様ですよ。お互い様ですよ。面白いです。うん、この分かり合えない感が、とても面白いと思ってます。うん、でもこう、言ってる意味は分かります。全然。はい、あ、どうぞ。っていうか、私も今、その恋愛観の話をしてるんで、若干こう、宗教家感がこう出だしてきて、どっちかって、宗教家ですけど。あがめられますよね。あがめられる感じだと思ってます。これ大丈夫ですか？全然大丈夫です。はい。ちょっと一旦待ちます。はい。申し訳ございません。大丈夫です。ここはコワーキングスペースって言って、シェアオフィスとか、いろんなワークスペースとして利用したりとか、セミナーやったりとか、そういったことができます。申し訳ございません。こんな格好して、こんな格好して大画面で映っている。恥ずかしめですね。恥ずかしめ、申し訳ございません。いえいえ、全然。なんか、漁業とかやっておけばよかった。漁業はやってた。魚さんと出てんだ。出てんだってなりますよ、ね。何の話でしたっけ？変な人ですねって話をして、うん、恋愛を語る人は、うん、タイプ5からすると、宗教家だっていう。だから、5の人を口説こうと思ったら、今のスタンスではダメだった。ダメだった話ですね、私は多分。そう。俗物ですもんね、ただ。俗物。この俗物があって思われる。はい。人の心に土足で入ってくるっていう。うん。バウンダリー無視ですもんね。うん。なんか危険分子だとみなされる。はいはいはい。わかる。会社の女性に一人タイプ5っぽい子がいて、どんだけ話しかけてもダメなんですよ。心を開いてくれない。違うアプローチをしなきゃいけない。そうですね。触っていいんだよ、触っていいんだよってやるんですけど、触ってくれないんですよ。触らせんなって感じです、ね。なるほど。そうですよね。ただ怖いのはタイプ5が逆にこう、一回興味持ったらズケズケとこっちが土足で入っちゃう可能性もあるので、なので距離を置くっていうところは、一回距離を置くっていう。なるほど。で、まあ、その人、仮にこう、なんていうか、そういう恋愛の話をしてくるような人を好きになってしまった場合っていうのは、まあ、相手を嫌いになる必要は一切なくて、その、なんかこう、今の、その、発展しない関係性がその人との最適な距離感だったりとかっていうふうに思った方がいいのかなっていうふうには思いました。ちゃんと制御されてますね。ちゃんと制御するタイプですね。ユーザーインターフェースが優れてるんですかね。なるほど。ごめんなさい。うまくないですね。私の例えは。いや、すいません。すいません。ポカーンとしちゃう。はい、すいませんでした。いえいえ。で、ここまでできたらおおよそ、大体、なんか自分への理解者を見つけた段階に入るのかなっていうふうには思うので、なんかその距離感持って、でもなんかこの人と一緒に成長したいなっていうふうに思う人って、こう適度な距離感をつかめていても、なんかより自分が興味を持ってこう接していられるみたいな段階に入ってきたときに、じゃあそこで初めてこう行動が入るのかなっていうふうに思ってて、なんか例えばその気になった人っていうのが、どこかのコミュニティ内に行った場合、周囲を味方につけた方がいいのかなっていうふうに思ってます。
なんか、まあ、同棲でいますもんね、今だとね、その時だと。そうですね。で、その好きになったっていうことを愛に口にしないで、こう、人間として興味を持ったっていうふうなことにして、こう、コミュニの誰かに打ち明けてもいいかもしれないなっていうふうには思います。好きだ、愛してるではないです。この人、人間的に興味が出てきた、なぜならこうだからみたいなことを多分言うと思うんですけど、多分おそらくそうすると、周りが勝手に異性として解釈して、その状況をこう、勝手に応援し出すんですよ。なんかよくわからないんですけど、自分でも。なんか周りが勝手に詮索して、誰かと付き合ってるかとか、普段どこにいるかみたいな必要な情報がなんか知んないけど、勝手に入るようになっちゃったっていうところがありました。これは経験則の話なんで。そもそもタイプ5がその人間に興味を持ったっていうことを知った時点で、周りの人からしたら多分大事件っていう扱いになるっていうふうには思うんですけど、なんかこう、これは完全に経験の話だったんで、ちょっとこれは誰しも当てはまるかどうかわかんないですけど、そういう感じになっちゃいました、私は。まあ、なんか5の人は、人に興味がない人が多いって言いますから、ね。はいはいはい。なんか、どこどこに、あそこにいたよみたいなこととかが、なんか入るようになったっていう。すごい恥ずかしいんですけど。でもやっぱり、好きな気持ちってやっぱ人それぞれやっぱ全然違いますね。うん、違いますよね。エニアグラムで言っても9タイプありますしね。いや、なんか僕、あの、うなぎはみんな、うなぎで美味しいっていうのが恋の話だと思ったんですね。うん、同じ感覚、うん。一緒にいたいって思うに決まってるじゃんとか、うん、まあ、何々したいとか触れたいとかって思うに決まってるじゃん。うんうん、ねと思ってたんですけど、うん、これすら違うって話ですね、多分。このもっと深いところじゃないですかね。語が求めてるのは。その触れたいとかって、こう、変な言い方をすると、性欲的なところが強い。か、まあ、あと、その独占したいとか、うん、なんか他のやつと喋ってるとイライラするとか、うん、なんか制御できないものが出てくるよね、わかるじゃん、うん、っていうのが共通だと思ってたんです。うん、で、その先を言ってるのが語じゃないですか。そこを理屈でこう、乗り越えてってる。ああ、なるほど。自分のこう論理でこう、その制御できない気持ちを論理で解釈して。みんな抑えきれないものですよねと思ってたのは違うんだと思って、今ちょっとびっくりしてます。ちょっとすいません、宅急便が来たんで、ちょっと待って、しかし。全然どうぞどうぞ。それで出たんですか。いや、帽子だ、あの本体だけ取りました。なるほど。それで言ったらね、面白いです、ね。面白いのに。そうですね、なんか。ちょっと変な人だって思われちゃう。あ、もう変な人か。もう変な人です。あ、僕からすると。僕からすると。その、でも変な人が美味しい、美味しいですよね。もう、いいなと思って。羨ましい。羨ましい。うん、あの、絶対、僕あの、ガンダムで言うと、やっぱ、俗物キャラですもん。権力を傘に着て、うんうん、己の欲だけで。っていうのを察知するんですって話ですよね、語の人は。あ、だからそうやって寄ってこられると。はいはいはい。危険だ、この人危険だ。同性も異性もそんな感じですか、感じる、ね、感じ。だ、結構こう同性とかでも、なんでしょう、なんか心の中でこう、あ、お猿さんだっていうふうに呼んだりとか。聞けない聞けない、もうなんかこのチャンネルどうですかなんて聞けない。いや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 、なんかこう、あ、でもそれはこう、なんか若いというか、なんかよくそこにこう目がついて、こう、あ、なんか失礼じゃないかなとか思ったりとかもしますし、なんていうか、そういう例えばこうすぐになんかこう、なんかあの子どう可愛いみたいなこととか聞いたりとかっていう風にする人とかも当然したので、会社とかで営業職の人とかってなると、なんか一緒に仕事する上でそういうことって気にするんだみたいなふうに思ったりはしてました。もう下を向くしかない。なんで、あ、別に、そうですね、なんか自分で首絞めちゃう、なんか私がそれやったら多分自分で首絞めちゃうなっていうふうに思うっていうだけです、ね、そこの自信がないのでっていう。でも逆にこの後の女性の人はそうやって思ってたりするから、あ、そうですね、逆にそういう俗物的な話をするとダメだ。あ、
これ結構俗物聞けでもいいんですけどね。あ、俗物聞けもいいかもしれない、ね。はい。タイプ5の人じゃなくても。うんうんうん、反省しろと。そうですね。人として成長できてるかって話、うん。そうですね。当然かこう、周りが見えなくなって、それこそこう、なんでしょう、こう、下手すればこう、ストーカーまがいな感じになっちゃう可能性もあるので、タイプ5が、なんかこう、周りが見えなくなってしまうと。うん、あ、落ちてしまうと。落ちてしまうと。うんうん、なので、こう、なんか一人でやろうとするとそういう風になっちゃうんじゃないかなっていう風に思ったので、周りを、こう、周りを味方につけるっていうか。なんか、なんか、なんて言うんでしょう。ただ、ただ、なんでしょう。こう、自分、好きっていう感情すらも自分の中に留めておくと、それはそれでこじれてしまうっていうところはあるので、なんか保険を作らずに引くに引けない状況を自分で作るっていう一途さとかは大事かなっていうふうにも思いますし、まあそれを笑う人も当然いないですし、たとえ振られても潔く散れば人間としての魅力は自分に残るんじゃないかとか、で、次につながりやすいなっていうふうにも思いますし。いい話を。すいません、本当に。なんで、一定ちゃんと距離を取って見極めてからやるっていう。まあ3つ目でしたっけ？三つ目でしたね。はい。なんで、なんか世間的にこう語られてる恋愛とかどうでもいい同士で付き合うのが一番いいんじゃないかなっていうふうには思ってます。うん。ああ、だと。よほど強烈なアプローチがない限り、うん、アプローチがあって自分がいいなと思った時以外でない限り、うん、なんか有利タイプ同士って結構合うのかもしれないですね。うん。人間としても。あとかまあ、ちゃんと認めてくれる人とか。うんうん、まあでも、4はまた違う気はしますけどね。あ、また4の方は4の方でまた。これドラマチックな。ドラマチック、そうですね。のを求めてる。この制御されてるのをいかに超えるか。うん。を求めてる。がテーマな感じはしますよね。なんで、合格級ぐらいかな、みたいな風に思ってますね。うん、なんか、自分自身が、それこそ事務的な考えじゃないですけど、自分自身が発展途上だっていう風なことを認めた上で動けるかみたいな。僕This is your life っていう。This is your life っていう、はい、どっかの会社のマニフェストがあるんですよ、はい、アメリカの。はい。でそこに、なんか、まあ、This is your life って、これはあなたの人生ですみたいなのから始まって、こう、こうする、こうしなさいとか、こうしなさいみたいな中に、こう愛を求めるのはやめなさいっていうのがあるんですよね。はい。で、あなたがやりたいことをやってるときに、それは手に入りますみたいな。ああ、なるほど。で、僕、そのマニフェストが結構好きで。はい。This is your life や。うん。そう。この魚さんの話を聞いて、それを思い出しました。ああ、なるほど。ポスターにありますね。ポスターにあります。結構人気で、いろんなポスター。で、それがこう和訳されてたりとかして。なるほど。そうです。それを、そう、それを見て、魚さんの言ってることはこれだな、みたいな。あ、いいです、すいません。いやいや。でも今調べてて、あ、すごいいいなって思いました。ちょっと日本語でやるとすごいこう、熱い感じですね。うん。英語でやるとすごいかっこいいのに。そう、ポスターがおしゃれなんですよ。This is your life.で、それが日本語になると、その、熱い。ああ、なるほど。収蔵感が出てきました。ああ、まあまあ、なるほど。すいません。多分、うちに秘めたる情熱みたいなものは、おそらくタイプ5にはあるとは思うので、うん。なんか、肉体的につながるっていうところで安心を覚えるタイプじゃないくて、心でつながるっていうところに安心を覚えるタイプだとは思っているので、なんか、付き合うことを目的とするんじゃなくて、付き合えなかったとしてもあなたの良き理解者をこう見つけてみるみたいな、うん、いうところで行動を起こすきっかけになればなっていうふうには思ってます。僕もまあそんな感じは9、はい、もうなんか心と心がつながり合えるみたいなところを求めたい。俗物っぽい部分もありつつですけど、ね、はいで、最後、落ちなんですけど。はい、あ、落ちが、はい。で、妻曰くタイプ5っていうのはタイプ9見つけて押しまくるのがいいんじゃないかっていうふうに言ってました。ああ。なるほど。
オチまで、オチまで完璧、うん、ちゃんとできてるストーリーが、うんうんうん、まあ、だから5の人に対するアドバイスだとそうかもしれないですね。はい、でこういう5を前にすると、うん、自分がいかに5じゃなかったかっていうのがすごいわかる。うんうん、そう。だから5の人を好きになったら、はい、俗物系ですよ。そうですね。そう。うん、そうですね。なんかガツガツいくことがいかに嫌われてるかって話ですよね。そう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 。男としていかに優れているかじゃなくて、人間としていかに優れているかっていうところに置き換えて話すだけでも違うのかなっていうふうに思ったりはします。なんかそういう自信に惹かれるっていうところは多分あるとは思うので、自信ない子からすればっていう。面白いです。面白い。面白いです。